皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。芸術の秋でございますね。舞台の方も忙しくなってまいりました。いよいよ今週の金曜日、私が演出を務めさせていただきます沖縄県の伝統芸能公演ということで、公演が迫ってまいりました。第1部はみんなで楽しめる沖縄の歌と踊りと題しまして、沖縄の民謡の、曲ですとか、それから古典もお届けしたいと思っております。そして第2部は本邦初演となります、赤いキジムナーと青いキジムナー。これは児童文学の名作泣いた赤鬼を沖縄バージョンでということで、今お稽古に励んでいるとこなんですけれども、詳しくはですね、めぐみのあしゃぎだよりでご案内したいと思います。沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。横山さんは1962年生まれ、東京のご出身、生粋の江戸っ子を自認しています。大学を卒業後、1985年にマーケティングフォースジャパンに入社、スーパーコンビニへの食品営業を担当、流通向けマーケティング商品の開発や営業を担当し、2005年に代表取締役社長に就任されました。株式会社マーケティングフォースジャパンは年商20億円、生産、流通、そして販売までのトータルで支援コンサルを行う企業です。親会社であるサラダ油でおなじみの日清のマーケティング業務をベースに、日本の食品を全国そして世界に販売促進を展開しています。横山さんはその日本製品のマーケティングを担っている人物です。5年前に始められた沖縄人材育成プロジェクトについて島田さんと語ってるようですよ。それではそのおしゃべりをどうぞ。本社のホームページ見させてもらうと、はい、人材育成プロジェクトが走っていて、はい、沖縄人材プロジェクトスキルアップサポート制度みたいなことまで宣言してくれたことが本当に走ってるんですけど、はい、ちょっとどんなことのご連だったか。一番最初はですね、もう5年、それより前に学生、大学生のインターンシップは部分的に預かっていたんですね。じゃあそれちゃんとやろうぜっていう話になりまして、自分たち今までは他の人がやってらっしゃってるインターンシップに1日だけ我が社に寄っていただくとか、そんなようなことをやっていて、でじゃあ自分たちちゃんとやりましょうという話 で何がいいのかっていう話で、県産品を東京のスーパーマーケットで、うちなんちゅうの人たちに売ってもらうと、学生に売ってもらうと。でスーパーサミット の店頭でしたね、はい、でそれはサミットの社長もぜひ協力しましょうという話 でこれ仕掛けは非常に単純で、みんなうち団中の学生たちが沖縄大好きですって言うんですけども、実際売り場に立ってですね、海ぶどうってこれどうやって作るんですかとかって賞味期限があってみんな答えられないんですね。これわかる、はい、でそうするとみんな辛いので、もう前もう一晩中勉強してまた翌日売るわけですね。だそういう意味では自分たちが沖縄は好きなんだけど、実は沖縄のことあんまり他府県の人に聞かれるとわからないんだっていうことを自覚してもらうっていうのは非常になんかいいきっかけになるなっていうことと、からもう一つはやっぱり人に物を売るっていうとですね、沖縄背負って前に出るわけですから、そうするとやっぱり自分で自覚を持って沖縄代表として頑張んなきゃいけない、そうするとやっぱり知識だとか技術だとか、まあやる気とか態度とかいろんなものを自分が足りないものを発見して、でしかも学生さんすごいですから1週間の間に急成長するんですよね、うん、あこれだっていうことでそれを、まあ、今でも続けてるんです。ただ一方で、それはあれですよね、はい、東京 夏休みの期間でしたよね。そうです、夏休みの期間ですね、スーパーサミットさんが沖縄フェアというふうな、はいはい、目打って全、はい、まあ、ほとんどの店舗で沖縄食材をやってくれるという、そこに沖縄の学生たちが出て行って、はいはい、店頭に、ね、これが研修なんですよね。そうです、そうです、はい、ですから、まあ、簡単に言いますと沖縄にいるうちから少し沖縄の勉強をしといてもらって、食材の勉強をしといてもらって、東京に来て、接客とか販売の基本の研修をして、で 業界の勉強をして、でさあ翌日からは3日目から自分たち立って売りましょうっていう、で最後はちょっと競争してもらうみたいな、そんなことやってるわけなんですね。そうそう、うん、短期のインターンシップっていうのは
あのイベントお祭りなので、なんか本人たちが気づいたり変化するきっかけにはなりますけども、所詮きっかけでしかないなっていうのはすごい痛感してるんですよ、ね、ですからきっかけ提供っていうのはそういう話だと思うんです、うん、ただ人材育成ってきっかけだけじゃなくて、ちゃんと一緒に共に歩めるかっていう話は、1週間に到底無理だということで、じゃあ今度は、社員として採用しちゃおうということで始めたのがスキルアップサポート制です、うん、そうですね。このプロジェクトの命題は、はい、沖縄の将来のリーダーたちを養成してくれるんだということの表現というか目的にもなってますよね。そうですね、まあ、リーダーといいますか、誰が何を持ってリーダーするかって非常に難しいんですけれども、うん、でそれを3年間社員として我が社に勤務していただいて、3年後は卒業と呼んでるんですけども、まあ、もちろん今までですね、卒業した方が全部で、13名ですかね、卒業した人がいまして、沖縄に帰って就職した人もいますし、その後大学院に進学した人もいますし、留学した人もいますし、東京に残って就職している人もいますけども、まあ、我々との約束としては最後は必ず、沖縄の、発展のために、尽くしてくださいねという約束でみんな卒業していってるっていうことですかね。そこはあの給料をもらって、そうです、働いてもらうと。そうです。マーケティングフォースジャパンで社員として3年働ききれると言ったら、働ききった、まあ、あの置いてもらったわけですよね、席をね、はいはい、僕も伺ったことあるけども、はいはい、いやよくはあのオフィス環境いやいい環境を提供してもらってるけ、はい、あのしかしここは厳しいだろうなとまあ、あの泣いてたでしょかね、いや、これがすごい不思議なものですね、うん、なんていうんですかね、あんまりうちなんちゅうの子たちって、大変だ大変だ、ま、辛い辛いってあんまり言わないんですね、うん、結構あの、まあ、もちろん、もっと近い人にはいろいろ言ってくるかもしれませんけど、うん、僕の耳に届いてくるときって、うん、もう結構もう限界まで来たときなんです、ね、うんうん、ですから、まあ、傾向としてですが、個人差があるから一概に言えないですけども、結構我慢強い人が多いようで、その途中で、私も辛いです、やめたいですやめたいですみたいな話ではなくて、ためにためて最後ボーンと爆発するような、中退者はそういうような傾向が強かったような気がしますよね、うんうん、あの忍耐強かった、はい、であの周りの皆さんの社員さんたちともちゃんと付き合えて。そうですね、あの初期の頃はどうしても、あでもあれかな、うん、この制度自体が、制度とは別に新入社員もまた入ってきてますから、うん、どうしてもその沖縄組対、うん、ナイチャー組みたいに分かれてしまうのは未だにそれはありますよね。あと担当してもらってる仕事が、通常の新入社員の場合は3年ぐらい経ってようやく一人前みたいな修行期間ですけども、このスキルアップサポート制度 の社員たちは3年間しか時間ないですから、そういう意味では修行期間ってそんな取ってませんので、だそういう意味ではやってもらってる仕事の内容とか、初期の頃の教育プログラムは一緒ですが、途中からまた分かれているので、どうしてもいい意味でも悪い意味でも、別グループ的なところは、なきにしもあらずですね。あの3年経つと、はい、その沖縄チームの3年目、はい、4年目はどういうことを横山さんとしては考えておられる、はい、まあ、個人の判断に任せるということになっておられるんだけども、はい、我が社の3年間の卒業試験は自分で就職先見つけてくるってことだと思ってます、うんうん、でみんなに言ってることはとにかく、社会人って何なのかっていうと自立してるってことだと思ってるので、ちょっと変な言い方しますと、自分で稼いで自分で生活で税金払いなさいって話なんですね。ですからそれをやってくれればが卒業試験ですということで、とにかく自分で就職先を見つけて自分で就職してくださいと、で親に頼らずに生活してくださいってことです。今あの在籍している子は何人なんですか、はい、今がですね3年生が1名、2年生が2名から1年生が1名の4名です、うん、今の子たちをあの評価してください、横山社長が。どうやって評価してるんですか、うん、どんな子たちだよと。ですね、まあ、これ不思議なもので、うん、3年生になるとですね、やっぱ おのずと自分がリーダーシップ発揮しなきゃいけないというふうに思ってきますので、甘えん坊であったり、人に頼るタイプだったとしても多かれ少なかれ個人差はありますけど、学校のクラブだと思ってもらったらいいと思うんですけど、やっぱ3年生になると自分が引っ張っていかなきゃどうするんだっていう話で大きく変化しますよね。で2年生になりますと今度後輩ができますので、うん、末っ子から真ん中になりますの で次は自分が先輩、うん、長女にならなきゃいけない、うん、で下が入ってくるみたいな。で1年生はやっぱり多かれ少なかれみんなに守られながら先輩たちの世話になりながら、成長してますみたいな、それを繰り返してる感じですかね。もちろん僕はあのこれがいかに合理性があるかとか事業性として利益を求めるわけではないけれども、社員にとって研修的な意味合いもある、うん、それから、CSR 的な意味合いもあると、そういう意味で絶対やるべきなんだと。それから
うん、そこのところをもう少し詳しく話してみます。その、横山さんがおっしゃる合理性あるんだと、はいはいはい、株式会社やマーケティングホースジャパンにとっても、はいはい、この沖縄プログラムを持つことは意味があるんだということを、はい、とおそらく力説なさったんだろうと、はいはいはい、一つにはですね、うん、我々ゲームの今社員数80名の会社なんですけども、毎年採用に新入社員が入ってくるわけじゃないんですね、うん、ですから、ここの数年は毎年採用してますけど、もちろん採用しない年もありますし、でもそういう意味では常に若い人が入ってくるっていうことは会社の活性化にもなりますし、うん、それから、社員たちが今度若い人が入ってくると教えなきゃいけませんから、うん、人を教えるってこと自体が自分の成長にもつながるという意味では、その常に新しい人が入ってきてるっていうことは、これは短期のインターンシップもそうかもしれませんけど、常に我々が指導しなきゃいけない人がいるんだっていうことはものすごい重要なんだっていうのがこれ1個目ですね、うん、から2つ目はやっぱりその人材育成とかっていうのは、広い意味で見れば社会貢献であると思ってまして、企業ってお金儲けだけしてるんですかって、そんなことないですよね。そういう意味で言ったらば、その、企業としてもちろんいろんな CSR のやり方あると思うんですけども、やっぱり人材育成っていうことは我が社としては、取り組むべき CSR だと思ってると、うん、社として外にその東京でも、はい、沖縄だけで行ってるわけじゃなくて、沖縄プロジェクトというのがあってねみたいな話をなさってるわけです。そうです。それが2つ目の理由ですね、うん、CSR 的な話だと。で3つ目は、実はなんで僕がこの沖縄病にかかったのかっていう、実は沖縄の文化に触れたり人と付き合うことによって、実は我々が持ってない価値観なりで必要なものを、受け取れるんだと、我々も実は、そこによってメリットがあるんだというような、まあ、今度はうちの会社の社員が研修的な役割で、うち団長の方々の持っている、もちろん個人差ありますけど、持っている価値観であるとか考え方で、我々が大いに学ばなきゃいけないものもあるんだと。でそれを学ばせてもらう機会にもなるんだと。で、しかも働いてもらってますから、そういう意味では、ただで何もしてもらってないわけじゃないわけですから、それは労働対価として払ってるわけであって、そういうのはボランティアでやってるわけじゃないと。ただし事業ではないので収益でプラスは求めませんよ、その代わりマイナスにならないようにやっていきますよということで考えれば、やらない理由は何もないじゃないですかっていうのが僕の主張だったわけですね、うん、それだけで通るとはなかなか思いにくいけども、でもおっしゃってたのは、はい、そのやってる中で、その東京の社員たちが、はい、本社の社員たちが、はい、好影響を受けてるんだということを実感するんだということを僕に言ってもらったことがあったでしょう。すごくこう要するに高揚感とか達成感みたいなことを会社全体でこう持つことがあったんだと、はい、やっぱり結構ハードな職場なので、うん、夜遅くまで仕事してる人も結構いるんですね、うん、でその特にその内団中から来てる子たちに、仕事の指示を出す係の人がいて、でこの人は結構厳しい人なんですね。で、まあ、本人が聞いたら困っちゃいますけど、どちらかというとおつぶねっぽいような、そういう、うん、でもまあ相まって厳しい人、聞いた方がいいんですよ。でその彼女がですね、まあ、とってもいい子なんですけど、やっぱ仕事上は結構厳しいんですけど、その子がある時に、朝早くに出社したんですけども、やっぱインターネットの掲示板に朝から朗らかな気持ちになりましたって言って写真をアップロードしたんですね、うん、それ何かっていうとですね、その人に対して、いつもありがとう、私たちのために仕事をいろいろ指導してもらっていつもありがとうございますと。で、その先輩からいただいた仕事を私たちいつも一生懸命やってるし、これからも頑張りますっていう、それだけのなんですね、うん、でそこにスキルアップサポートで SUS 一同って書いてあるんです。で犯人分かんない、誰が書いたか分かんないです。でやっぱり彼女なんかもすごい仕事がハードで忙しくてカリカリしてる中で、それ一つ見たらですね、もうほんわかした気持ちになって一日気持ちよく仕事しちゃったって、こういうことが起きるんですね、うん、はい、いや、いい存在として、はい、意味のある存在で御社の中にいてくれるわけですね。もちろん見てもらってるわけですね、若い子たちですから問題も起こしますし、それはいろいろありますよ、うん、でもやはり今言ったようなことって、うん、でもその若い子たちが仕事を覚える前に問題を起こすなんて、それは誰だって起こす話じゃないですか。でも今言ったようなそういうギスギスした雰囲気とか、なんか妙な嫌な張り詰め方をしてるときに一気にそのムードを変えることができるっていうのは僕らにはなかなかできない。沖縄の子たちは、はい、そういう空気に弱いということもあるんだけども、嫌いというのは強いのかもしれませんよ ね。日本人平均よりも、はい、一緒にやろうよということのムードは持ってるかもしれないです、はいはい、ですからそういうところは何て言うんですかね、なんか僕らどうしても客観的に合理的に物事考えてぐいぐい進めをするんですけど、それで解決できないようなことをあたかも簡単にですね解決しちゃうと。というのは、はい、少しひいき目に横山社長は見てくれてるんだと思うけども、はい、よかった、嬉しい話です。これからこのプロジェクトはどういうふうに沖縄プロジェクト進んでいきます、はい、今、どうぞ。
じゃあお茶も。夢はありまして、うん、夢はですね、今、本当に毎年毎年 2,3 人ずつが入社してまして、まあ、我々の受け入れ側のキャパシティの問題もありますし、実は応募があんまり集まらないって問題もあるんですけども、夢は各学年10人ずつぐらいいてですね、1年生2年生3年生が10人ぐらいいて、回ってると、常に回ってるという状況と、この卒業生たちが10人ぐらいずつ、はい、30名いるのはこれ理想です、夢です。で、この卒業生たちが沖縄に帰って自分たちで会社を作って、それでその会社が成長していて、でうちのその卒業生たちでいい子たちがですね、うん、その会社に就職して会社が発展していくみたいな、そういうことができるのが、夢だと思ってます、うん、なかなか実現しないんですけど、やりましょうよやりましょう、この継続力なり、もうこれが6年目になったんですね。そうですね、今7期生の募集中ですので、そういう意味で始めるときに、先ほどの話に戻りますけれども、2人の役員から消極的な反対を受けたのは、一つはこれ多分落ち着くのに10年かかるよと、10年間は多分いろんなことが起きるよと、それでも10年間うまくいかないような覚悟でやるんですかっていうのが一人の役員からの話です。でそれはいい意味で言ってくれたんだと思うんですけど、10年いろんなことが起きるけど、10年間はまずは最低限10年かかるってことを覚悟できるかっていう話ですね。でそれは覚悟しますって話から、もう一つは、これは結構辛辣な意見なんですけど、誰もが社長が沖縄好きなの知ってるので、社長が沖縄好きが工事で公私混同しているというふうにとらわれると、そう社長が自分で好きなことを勝手にやってるんだということで、会社の士気が乱れるんじゃないかということで、やめた方がいいって言った人がいたんですね。でこの人に対しては僕逆ですって言ったんです。事業ってそういうもんなんじゃないんですかと、自分が好きで思いが深いからこそ力が入るんだって、どっかのコンサルティング会社がこの事業いいですよって、それ熱入りますか。だから僕は確かにバランス崩すぐらい沖縄のことが好きかもしれないけど、好きだからこそいろいろなことができるんであって、そんな好きでもないことに合理性だからってみんなできないんじゃないんですかと。だから好きで結構だと僕思いますよと。ただそれがちゃんと、自分が身勝手に走るのかどうなのかっていうのは、ですから役員会にかけてみんなの合意を持って、で組織でやってるって話なんじゃないんですかっていう話をして、まあ、押し通しちゃったんですけどね。5年前に出てもらったんで、はい、今度また5年前に来てもらいますから、はい、その時にこの話を検証しましょう。はい、はい、会社の方にはバランス崩すぐらい沖縄のことが好きと、まあ、ご自身も認めてらっしゃいますけれども、でも好きだからこそできることがある、それだけ思い入れが深いんだという、このスキルアップサポート制度、3年間みっちりこう研修をして、まあ、それも実技で学んでですよね、卒業試験は自分でこう就職先を見つけてくる、鍛えられるだろうなと思いますね。でもそういう厳しい中でピリピリとこう張り詰めたムードがあるときに、こううちなんちの皆さんがですね、一気にこう朗らかなムードを作ってくれる、変えてくれる、それはうちなんちの大きな力じゃないかなということをおっしゃってるのが、なんかとても印象的でしたね。今週のコーラルラウンジは、株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今度の金曜日11月15日、国立劇場沖縄小劇場で、会場夕方の6時半開演7時となっておりますけれども、沖縄県の伝統芸能公演があります。今回私演出を務めさせていただくことになりました。第1部は、おなじみの琉球舞踊古典芸能を賑やかにお届けいたします。花岡翔子さん、棚原ゆり子さん、大城遥さん、玉城明乃さんと、若手のですね、綺麗どころのお姉さんたちが美しく舞う第1部、みんなで楽しめる沖縄の歌と踊り、そして第2部は今回が初演となります、赤いキジムナーと青いキジムナー。皆さん浜田博介さんの泣いた赤鬼ってご存知ですかね。教科書にも採用された児童文学の名作なんですけれども、人間と仲良くなりたいなって思っている赤鬼さんと、そのお友達で人間と仲良くなるために力を貸してくれる青鬼の物語なんですけれども、時代を超えて本当に多くの皆さんに愛されてるんですね。私もこの物語とっても大好きで、小さな頃から何度も読み返した泣いた赤鬼なんですけれども、沖縄には鬼じゃなくてキジムナーがいるじゃないかということで、今回赤いキジムナーと青いキジムナーということで沖縄バージョンの舞台化をすることになりました。今回はですね、歌三線、それから組踊りの唱えとか沖縄の歌劇みたいな、そういう様式も使いつつ、
バイオリンも入れてですね、ちょっとコラボレーションした形でお届けしたいと思います。音楽監督を務め、出演もしてくださるのが、琉球交響楽団のコンサートミストレスも務めてらっしゃいます、与那嶺里香さん。番組にもね、ご登場いただいたことがありますけれども、大変楽しいお姉さんです。バイオリンの本当にもう素晴らしい演奏家でもいらっしゃいますが、実は、お話を伺うとですね、小さな頃にちょっとだけ琉球舞踊もかじったことがあるということで、歌三線の曲なんかがあると、全く楽譜なしで、こう耳コピーで、バイオリンと一緒に共演しちゃうのがすごいかっこいいんですけれども、そして、高宮義実人さんも、この方はですね、もう本当にオールラウンドプレイヤーで、もちろんお芝居も大変素晴らしいんですが、歌三線もですし、太鼓にも呼吸にも、本当にいろんなところでご活躍の方です。そして、今回振り付けを務めて、出演もされるのが、知花さゆりさんということで、本当に彼女もですね、保育園とか幼稚園の小さな子供たちに琉球芸能を普及するためにですね、取り組んでいる方なんですが、今回はですね、このキジムナーということで、キジムナーってほら、ねえ、どんな格好してるんだろうってよくわからないので、私たちもいろんなことを話し合ったんですが、今回、赤いキジムナーと青いキジムナーのお面を作りました。南城市在住の彫刻家の大川博之さんという方がいらっしゃるんですが、彼にですね、キジムナーのお面作ってくださいって言ったら、キジムナーってどんな顔してるのって、もう、ご想像にお任せしますということで、とっても不思議なお面が登場いたしますよ。いろんな方の思いが詰まった舞台となっております。それから舞台美術もね、よく舞台では松バメと言いまして、大きな松がドーンとありますけれども、今回はキジムナーということでガジュマルバメっていうのを勝手に作りまして、この美術も見物だと思います。今度の金曜日、国立劇場沖縄小劇場で、沖縄県伝統芸能公演があります。チケットは国立劇場沖縄のチケットカウンターで販売中です。電話番号 871-3350、 一般の方が2000円、小中高生学生は、1000円となっておりまして、当日は各500円増しですので、どうぞお得な参り券お求めくださいね。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからのメッセージをメールでお待ちしています。宛先は 864@rokinawa.co.jp 864@rokinawa.co.jp です。件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中ですので、ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。